はい、こんにちは、おとがすむチャンネルです。今日はですね、バイブスのコーナーが1ヶ月飛んでしまうということで、急遽なんですけど、なんと NMS のドラマ吉田さん家に来てみました。ようこそようこそ、いらっしゃいます。いや、急遽すみませんね。いえいえいえ、こんな田舎まで。こんな田舎って言ったって、1日からだいたいもう、どのぐらい道空いてれば40分ぐらいですかね。40分、ほんと、そう、まあそうか。うん、ただ、今日はめちゃくちゃ混んでました。びっくりする。ね、そこの人の方が混むよね。ほんと田舎っぷりすごいですね、これね。そうでしょ。ここ、ちょっと入るとね、もう昭和。昭和っていうか、これちょっと長野県ぐらいまで来たような。俺イメージあるんですけど。そうでしょ。いやーすごい、うん、俺でもこういうとこ憧れますわ。いやいい、もう高校住んで20年かな。あ、トトロが出てきそうですねって言えば少し女の子は見てくれるかなみたいな ね、このパンヘッドがすごいの来ましたね。1959年生まれ、59年のそのデューグライドですね。バカバじゃないですか。そうそう、まあそれまでに誰が乗ってどう、この塗装もさ、やっぱ前のもんなのかどうかも分かんないんだけどさ、いやこれ絶対貴重なんですけど、もう知りたくない。いやだってこれ買った時はね、はい、もうこんなのなってなかったよ。これ剥がれてなかったの。もう走ってるうちに、なんかあれ気が付いたらボロボロ剥がれてさ、でなんかあのバンパーとかもついてたの。豪華な、あ、やっぱり50年代のさ、ゴージャスな、ゴージャスな感じ。ここもこうなんかこうバンパーっていうかな、アクセサリー的な。もう全部高速で落ちちゃってんの。なるほどね、うん、今日はですね、うん、吉田さんをねちょっと紐解いていきたいっていうことをやっぱりやって、本当ありがたいね。ちょっとね、2回連続で吉田さんコーナーを作ってみたいなと思ってるんですよ。ありがたい、ね、なかなかないから言われること。あ、そうですか。まずはね、あの MMS のドラマーであるということ、はい、そして弾き語りも結構やってるんですよね。そうなの、まあ、ライブの回数で言ったら MMS よりも一人でやってる方が多いかな。あ、もう今や、その50歳になった時に、もともとザ・ミンクスってバンドやってましたね。で、まあ、今も再結成してちょっとやってんだけど、それがね、ちょうど僕が50の時、9年前か、50なんだから、じゃあミンクスをもう一回その再結成して、はい、こう僕の誕生日に華々しくね、ちょっとやってくんないかって言ったら、そしたらね、みんなやりませんって言う。やりたくない。やりたくない。なんで？なんでだろうみたいな。じゃあ俺はミンクスのね、まあいい歌、僕も曲書いてるから、はい、じゃあそれを俺が一人でやっていいかって言ったら、頑張ってやってなんて。で、そっからギターをさ、始めて、ミンクスの歌をやるために、それで始めたのがきっかけなの。あ、それで弾き語りをやるようになって。そうそうそう、弾き語りやるようになって。それでまあ、MMS の自分作った曲もちょっとこう、アコギでやれるようにこうやってったら、意外となんか自分の才能にね、気がついちゃって、50歳になって。いいっすね。歌えんじゃんのみたいな。でもいいっすよね。ドラム普通18歳ぐらいで気がついてやりますこと、50で気がついちゃった。それで今弾き語りもやって。あ、そうなんですね。この間あのバイブスミーティング、あ、はいはい、MMS で出演したんですか。そうそうそう、悪名高きバイブスミーティングね、行ってきましたよ。その前僕はね、佐賀のキャラバン行っちゃってね。行っちゃってね、見ましたよ。もう見ました、見てみました。いやいや、頑張ってんなと思って。頑張りすぎちゃいましたね。もうバイクの音と飛行機の音で、わーなってましたけどね。いや、いいよね。なかなかできないからね、ああいう。まあ、そうっすね。あの、いい経験でしたね、そういう意味ではね。バイブスミーティングの方がね、仕事が、急が忙しくて、全然行けもしなかったんですけど、どうでした？まあ、あの、良かったですよ。良かったですか？あの、言ったら3年ぶりとか言ってた。ああ、そうそう。僕らも、毎年ね、2013年から、まあ、バイブスミーティング、土曜日の鳥は MMS っていうのを、2013年からこうやってたから、それでコロナで亡くなって、それで今回だったから、待ちに待った。待ちに待った。たくさん人来ましたか？
うん、そうでもないそうでもないんだもっとねと思ったけど、あ、そうただあのね、いつもは僕らあの土日じゃないやつは、あ、はいはい、なんだけど今回は祭日があったから水木金、あ、違う木金土日だったのかな、うん、でそれの初日に僕のちょっとスケジュールがあったんで、初日しかスケジュールがなくて、だからっていうのもあんのかな、うん、ちょっとお客さん的にはまあやっぱ土日の方に佐賀はね、うん、多分初めてだったせいもあると思うんですけど、うん、なんか予定の3倍ぐらい来たみたいですごい数は多かったですね。そうそう、あ、いや僕らもね、あの九州はさ、うん、MMS はそのベースとギターは九州だから、そうですね、意外と九州毎年行って、うんうんうん、だからお客さんも結構行って、でそこから情報はあったの、あの佐賀バイブス行ってきました、うんうん、まあ MMS は行かないけどね、うん、よかったですよみたいな、うん、そういう情報は得てますよ。お、林田さんの、うん、オドボーズのファンだっていう人がいましたわ。そういういるんだ、向こう行くとさ、うん、佐賀でしょ、長崎隣だもんね、うん、そうですね、まあ、なんといってもですね、こっちにしようかな、なんといってもですね、この吉田さん属する MMS はスタージスね、そう、まあ、あのアメリカのサウスダコタ州でね、はい、年に1回その10日間ぐらいかな、うん、2週間ぐらいか、うん、もうバイクだけ、うん、もうハーレー、もうほとんどハーレーだけになる、うん、道が、うんうん、で街も、うん、そのお祭りで一番でかいステージを持ってるそのバッファローチップっていう、そのまあ言ったらキャンプ場なんだけど、そこが一番でかいステージを持ってて、そこにまあもう歴代のもうすごい人たちが出て、あの昔はね、ローリングストーンズまで出てるんだ、はい、え、ローリングストーンズも出たことあるんですか。いや違うかな、エアロスミスかな。エアロスミスは知ってますよね、うんうん、スタンダー出てないかも。エアロスミス出たり、ブライアンセッサー出たり、まあ、僕らが行った時も ZZ トップでしょ、うんうんうん、アリス・クーパー、チープトリック、はい、あと CCR のあの何だっけ、うん、はい、とかさ、まあすごい人が出るステージ、すごすぎますねそれね。そうなん、そこに僕らもまあその時間帯はあれだよ、はい、あのまあ前座みたいな時間帯だけど、でもこれってメイウェーザーと戦った朝倉未来ぐらいの話ですよねそうそう、意外といい試合したんじゃないかと。いや、すごい話ですよ。すごいのよ、ほんと。いや、すごいです。だって50万人とか言ってますもんね、来る人。そうそう、あそこ延べ ね、 ね。で、何しろ、その町を貸し切りじゃないんですけど、占領しちゃうんですよね。そう、だから元々住んでる人たちはその期間はどっか行っちゃって、っっお店貸したりして、うん、家貸したり、でも、その2週間ぐらいでもう1年食ってんだからね、みんな。まあそこの例えば中国料理屋とかさ、はい、まあそこ経営はしてるけど、もうその期間だけで売り上げて、まあ、いる、過ごせるみたいな、過ごせるみたいな、うん、うわ、だって70年ぐらいやってるイベントだから、もうそれ染みついちゃったら働けないですね。だからもう俺も行きたいと思って確かに土地買いましょう。そうそうそう、売ってるのよ、ほんでその土地家とかもさ。マジっすか、うん、これ結構夢の世界ですね、うん、そうで、うん、さあなんか日本人の観光客は僕にお任せくださいなんつって、はい、向こうで待ってて、はい、でそれ2週間なんとなく接待して、まあ、あとはまあね、へえ、ね、とはいえですよ、うん、なんかちょっと怖い目とかなかったですか。あのね、バッファローチップはその有料の、まあ、キャンプサイトなんで、うん、意外とね、あの本当の悪い人は入ってこないの。へえ。本当に悪い人はメインストリートとかで、うん、やばいその一角二角があって、はい、そこにいるから、うん、そのね、お金払ってまで悪い人来ないでしょ。確かに確かに。うん、で意外とあの悪そうだけど全然いい人ばっか。でも僕ら歩いてると、MMSって言って、結構ライブ一本二本やるともう昼間とか歩いてる。うん、おい、やめです。あ、じゃあ結構評判というか今日は良かったみたいな。全然、ね、いいの、あの俺らみたいなさ、なんか単純なロックンロールっていうか、はい、そういうのはやっぱ分かりやすいんだよね。これでないから、そうそう、これで英語じゃないでしょ、はい、日本語だから、
なんとなくニュアンスは面白いんじゃないか、アメリカ人が変わると。そうですよ、何言ってるか分かんないし、雰囲気って、と思うんだよね。すげえ、いやすげえっす。こんな話なかなかないけどこれが僕はちょっとね思うのがね、音楽業界とこういう話と意外とリンクしないじゃないですか、バイクの話と。そうだね。この間ヒロトさんに出てもらった時も、ほとんどの人がバイクの話何にも分かんないけどヒロトさんの笑顔が良かったって言ってまあそれでいいんだと思ってね、この企画やってるんですけどね、まあ、そういうわけでですね、次回は、吉田さんのこのバンヘッド、これ今動かないということでどういう状態なのかっていうのをね、かかんねえんだな、紐解いていきたい。ああ、そうか。いいですか。頑張ろう。いいですか。はい。で、メインチャンネルの方では、MMS のワンマンの模様をちょっとかいつまんで流していこうかなと思ってますんで、両方合わせてチャンネル登録してみてください。よろしくお願いします。よろしく。それでは。